今日もお疲れ様です。ありがとうございました。クライマックス。お疲れ様でした。ありがとうございます。あ、昨日も今日も行きました。ありがとう。いや、カウアンと なんかカウアンとカラオケ行った後にね、すごい上手くなったかな、あれね。そう、まあ、知り合ったっていうか、もともと知ってて、俺は歌うまいなと思ってて、で、その時にめっちゃ仲良かったんですけど、もつ鍋美味しそう。久しぶりに家族に、ありがとうございます。あ、インスタライブ嬉しい。私久しぶりですね、インスタライブ久しぶり。ショールームもやりたいんですよね。で、俺ね、ショールームのメッセージ、すごい長い期間送ったと思ってたら全然送ってへんかった。ちょっと止まっちゃった、ごめん。あ、軽い。切りてー。てか、カズマくん美しくなりました。いや、その褒めてくれるけど、最近みんなすごい俺のこと褒めてくれるんだけど、全然何も変わってないですよ。うん、いじってないっす。いじってないっす。いじる。もともとめっちゃネクラなんで、結構いけます。いや、ただ今日ファンの子が送ってくれた写真をね、僕のなんかグループショット特典会やるんですけど、見てちょっと戦評したもんね。あまりにもネクラすぎて、なんかみんなイケメンなのに俺だけすぐネクラ少年みたいになってて。そうなんです、髪伸びました。ウィンクしてください。新年号は安いですかね。はい、眉毛も全然
剃ってないっすね。どっちも動いちゃう。どっちも動いちゃう。安いがね、ちょっと今日コメントいっぱい読んでいこうかな。はい。あ、見たいです。眉毛みたい。なんだ。喫茶店しばいて、喫茶でお茶しばいてきました。はじめまして。おでこ広いっすよ。あのね、ザワンの時は ってなっちゃって、僕がね、別にね、あの露出狂なわけじゃないんですよ、僕が。そこだけちょっと分かってほしいですね。最寄り着きました。ただいま。ただお帰り。目の横にほくろがあるの分かんないでしょ？エッチな子なの。そうなんですよね。エロいこと、エロいことって、エロい子はやばいな。エロいこと考えたらやばいね。いや、もういろいろ称号がやばい。称号がやばい。たです。他どこやろ。まあ、体にはありますね。
もキスハグ、あ、ありがとう。アルバム聴いてて本当に好きだな。今日行きたかったです。カズマくん手足長くて細い、前髪おめが好き。あ、本当良かったです。体重は55ですね。カズマさん細い、かっこいい。あ、 MC も大好き、嬉しい。歌もカズマ体重軽そう、体重は軽いっすね、うん、今回リビュー、あ、マジ、まあ、もしかしたら追加がねあるかも。来てました。一のリビア、リップクリーム、リップクリーム使ってます。でもすぐ荒れる。晩ご飯はねまだ実は食べてないんだけど、お腹減った、髪染めたい、髪染めたい。髪切ろうかなって思ってます。はい、カズマくん好き。いや、もっと言ってください。褒められて伸びるのでね、みんなが好きって言っていただければもうそれだけで。お寿司屋さんいいな、実家。いや、生魚、渋谷に。マジっすか、食べたい。
みんなだって黒髪が好きじゃない。こういうなんかこう、ねえ、爽やかな。この見てよ、この今のこの髪の、まあ、ちょっと髪長いけど、この髪の黒さよ。ほら、もう少女漫画の、後ろの、メインの役の後ろの方に出てきそうでしょ？うん。それが売りなんですよ。こうメインじゃないみたいな。そう。今バルク使ってますけど、赤似合わないよ。赤似合うかな。たこ焼き差し入れたいわ。今日行きたかった。病んでます。病まないでくれ。やばい、一番怖いやつ出てきた。一番怖い曲出てきたから、ちょっと変えよう。お、新社会人頑張って。頑張ってください。結構こう涙袋俺言われるんだけどね。全然涙袋何もやってないです、本当に。何も入れてないし。なんか
かな、その時いつ来るんですか、ライカ K のライブ。ああ、そうですね、今のところまだ決まってないんですけれども、ちょっと考えてはいるので、ぜひ楽しみにしてください。みんなあるがまま聞いてくれた、あるがまま新曲出したんですけど、ライカ K で、まあ、あるがままはね結構悪くない、うん、怯えた怯えられた。そうだよね、180股なんてしたする人なかなかいないんじゃないですかね。ギネス乗ります。あったったらてったら、1ヶ月で回すね。いや、このあの発言で今あの閲覧数減りましたね。179位になって、あ、戻った、うん、はい。いや、もう俺そんな悪いやつじゃないからマジで、うん、あんまり ね、いや女の子はいいですよ、女の子はいつまで経っても可愛いですから、うん、女の子は いくの何の時も可愛いじゃないですか。だからなんか、あ、可愛いなってこう自撮りとかしてるとね、あ、女の子は可愛いなって思いますけれども、こんなもん僕みたいなね男がこう自撮りこうもしてたら、もうこんなにやってんですかって、うん、
のね、こう、同じふとね、2年前とかの写真を見たわけですよ。俺なんか若返ってんだよね、ちょっと。やっぱ髪型のせいもあるのかわかんないんだけど、若返ってんじゃないかなって思ってて、まあ、気のせいなんですけど、気のせいではあるんですけど、まあ、そう思って。多いですね。あ、カレンいらっしゃい、ありがとう。もう本当にね、ちょっと髪切りたいっす。誰か切ってくれますか？誰か日用用品で使うハサミでいいの？いや、切ってます、切ってます。花粉症。いや、手汗やばいっす、俺。え、ダオがカズマの話してた。悪口言ってた、あいつ、もしかして。ちょっとダメだよ。新学期。なっちゃうね。翼の話か。翼の話とかまた無限にできちゃう。まあ、あいつやっぱ翼っこいからね。翼っこい。
翼とか誰かが喋ってて、うん、ベートーベンです。ベートーベンです。どうも、ベートーベンです。みんなどういう髪型が好きですか？みんな、どういう髪型が好きですかね？ちょっと僕に。大阪つ、あ、じゃあ分けてた時だね。今の髪型好き。Thank you。今これ長いね、髪が長い、もみあげが長いからなんか変な感じだな。みんなおやすみ、ありがとな、来てくれて。
またあとリリースイベント始まるんで、皆さんぜひリリースイベント遊びに来てください。ただなんでね ただっていうと、ただなんで、ぜひ僕を